日の道は、野波朝による日本の小説。徳島新聞に2002年7月から2003年3月まで連載された後、北国新聞、秋田伊佐新報、山形新聞、山梨日日新聞、岩手日報など地方紙に順次連載され、2004年8月に、講段社より上下観光生で観光された。終戦後、家族と共に満州から引き上げてきた。 南部次郎。母親が亡くなり、そのわずかな葬儀費用を用立ててくれた男は、借金の形にと、妹、君子を売り飛ばそうとした。妹を守るために男を殴り殺してしまった次郎は、もう誰も信じられないと、燃え盛るような憎しみを増大させていった。その激しい感情を沈めてくれたのは、刑務所内での刑務作業で出会った、備前焼だった。 冷たい土を練り上げていると嫌なことを忘れられた。刑期を終えた二郎は陶芸家の城島に正式に弟子入りし、その道を着実に歩んでいく。一方、妹の君子は女優として成功を収めつつあった。独立し、鳥取で自分の釜を開いた二郎。何度目かの古典ために訪れた東京で、中国北宋時代の政治、何時用と出会う。 今まで見たことのないその色使い、文様。南時用に見入られた二郎は、現代に南時用を蘇らせたい、と強く願うようになる。昭和の情勢を交えながら一人の男の人生を描く。ありがとうございます。